皆さんこんばんは、猫好きです。学校であった怖い話です。実況プレイ、今日も元気にやっていきたいと思います。さてではですね、前回は福沢さんの第1話を見てきました。ちょっとね、あんまり良くない結末でしたけど、では第2話の風間さんの話を聞きたいと思います。僕は風間望む3年だ。それじゃあ、とっておきの怖い話をしてあげよう。この学校に伝わる怪談の中でも、最も怖い話だ。正門の横に校長先生の銅像があるのは知ってるだろう？あれは、夜中になると、一人でに動き出すんだ。終わり。おい、開始早々でこれ。いや、本当に終わりなのか尋ねんとあかんやろ。部室は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか？ああ、そうだよ。どうだ？なかなか怖いだろう？いや、もうちょっとこう、なんで動くかみたいな、いきさつをだな。てん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 。一体、この人は何なのだろう？確かにこの話が本当なら怖いと言えなくもないが、ざっくりしすぎなんだよな。銅像が動くなんてデマでよく言うような話じゃないか。この人は僕をからかっているのだろうか。そうだな、どういうつもりなのか尋ねてみる。いや、まあ銅像のことをもっと詳細を話してほしいわ。その、銅像の話をもう少し詳しく話してもらえませんか？なんだよ、このなんか、なんでみたいな。風間さんは僕から目をそらし、困ったような顔つきをして、髪をかき上げた。いいけど、君が後悔しないならね。今ここで絶対後悔しないと誓うなら話してあげるよ。ね、みんなもそう思ってるよね。銅像の話を詳しく話してどうぞなんて。この人は話が本題に移るのを避けているように、避けようとしているみたいだ。そんなに恐ろしい話を知っているのだろうか。もし本当だったらすごいけどな。これ以上この話を聞いてもいいものだろうか。いや、聞かんとさダメやろ。後悔しないから、ね。うん。そのために俺はこうやって初のホラーゲーム実況やってるんだからさ。風間さん、聞かせてください。どんなに恐ろしい話でも構いません。僕も新聞部員の端くれです。実況プレイヤーの端くれだけどな、俺もな。取材は途中で投げ出せません。風間さんは僕の目を貫くように見つめた。君がそれほどの覚悟を持っているのなら。彼の瞳は固い決心に染められていた。染められていてていいのかな。これからどんな恐ろしい話が語られるのだろう。夜中一人でに歩くという銅像は何か想像を絶するような事件を引き起こしているのだろうか。部室内は
カクカクの心臓の音が聞こえそうなほど静まり返っていった。暑い。なんて暑いんだろう。シャツと肌の間に何本もの汗の筋が通っていく。しばらくの沈黙の後、風間さんは目を伏せながら銅像の話を語り始めた。さあ風間さん、話してくれよ。生徒通用門のに入り、右手に進み、七本目の植木のあたりにある、花壇越しに見える裏庭から、新校舎の北へ向かって、107歩ほど歩いたところで、左に曲がり、体育館まで行かないところに、しめやかにたたずむ、校長先生の銅像。眉はキリリと上がり、生徒を慈愛の目で見つめるその瞳の奥に教育への熱情が込められている。僕たちの誇りともなるべき最高の銅像は。夜中一人で動く。終わり。おい、おい、おい、おい。おい、そういう詳しくじゃねえだろ。詳しくって、そういうことかよ。うん、うん。なんだい君は。詳しく話してやったろ。銅像のありかから風貌まで。君も新聞部員の端くれなら、僕がいかに苦労して今の話を語ったかわかるだろう。この細密な描写、すごいドキュメンタリーだったろ。どこがすごいドキュメンタリーやねん。わかりづらいわ。君のような端くれにこんな話が語れるかい。しかし端くれか。端くれだって。君、そんな臭い言葉を使っていたら女の子にはモテないよ。風間さん、何度もその女の子にモテないよ的な発言をしているけど、その発言いくら僕にやってもさ、ダメージゼロだから、ご安心なく、ご心配なく。なんで先輩はこんな人を呼んだんだろう。この人がこの世に生を受けたわけを考える。この人の生と愛と死について考える。風間望む、なんていい名前だろうと考える。やべえ、4番選びてえな。4番選んでやろう。風間望む。なんて今名前だろう。噛んだ。この人があまりにめちゃくちゃなんで、僕もわけのわからないことを考えてしまった。ダメだ。このままでは取材がぶち壊しになってしまう。校長先生の銅像は夜中一人でに動く。本当だろうか。一応メモはしておくが、この人とはこれ以上話を続けてもしょうがないだろう。星倉くん、早く次の話に進みないよ。星倉くんじゃねえ、猫好きだ。僕は湧き上がる怒りをこらえながら次の話を聞くことにした。それでは次の話をお願いします。と次は、すごいもん、あんたは大人だよ。本当にね。よし、9分がちょっとこれはね、あまりにも短すぎるから次も進もう。新藤さんでちょっとお口直しをして。
ではですね、先ほど言った通り、進藤さんの第3話やっていきたいと思います。ね、お口直し、お口直し。お前が猫好きか、噛んでしまってごめん。お前が猫好きか、日野から噂は聞いているぜ。なんでも結構間抜けだって話じゃないか。え？え？日野先輩そんなこと言ってんのかよ。ひどい。もう日野先輩の意地悪。ふっ、怒るなよ。悪口じゃないんだから。日野が言っていたよ。あいつは放っておかない可愛い奴だって。本当かどうかはわからないけどな。可愛いのかな、まあ、にゃんこだから可愛いけど。おっと、無駄話はこれぐらいにしてだ。俺は進藤誠。3年 D 組だ。これは俺が入学したての頃の話なんだけどな。あ、じゃあ進藤さんの1年生の時か。ダチが交通事故に遭っちまったんだよ。足を骨折してさ、他にすごい外傷はなかったんだけれど、大事を取ってしばらく入院していたんだ。その時にダチが病院から電話をかけてきたぞ。退院したら映画に行きたいからチケットを2枚取っておいてほしいって言うんだよ。俺は奴がリクエストした映画のチケットを買った。この時の映画は何やってんだろうな。最近映画情報把握してないからな。ところが、奴は退院する前に、死んじまったんだ？どうして？ああ。事故に遭った時は大丈夫でも、そのうち具合が悪くなるってことがあるんだよ。確かにな、こう、交通事故とか起こして、特に外傷がなくても、後日なんか、ここが痛いみたいなことはなんかあるみたいだからね。脳が出血して死ぬことも珍しくないそうだ。そいつはさ、サバサバしてて、陸上とかしててさ、いいやつだったんだけどな。でも、そっか、進藤さんの当時のお友達だからさ、そいつしか喋る人いなかったんだろうね。それが死んじゃうのはちょっと寂しいな。俺、その頃他につるんでいたやつがいなかったからさ、その話とかも人にできなくて、結構悶々と暮らしていたんだよ。それにしても不思議なもんだぜ。門が多いな。そばにいたやつがいなくなるっていうのはさ、死んだって考えるとすごく嫌な気分になるんだけれど、妙に現実感が湧かなかったりしてな。やつはどっかに旅行していて、またそのうち帰ってくる。そんな気もしていたよ。僕も経験があります。そうか、今のところこう知り合いが死んだみたいな話は聞かんけえな。経験があるわけじゃないからな。ま、最初のうちだけだったけどな。ダチは死んだんだ。てかさ、ダチって言うけど、本当の名前を言ってください。お願いします。今はそれが現実だってはっきりと言えるよ。ダチのために買った映画のチケットは無駄になっちまった。そんなことを考えながら、俺はある放課後ふらりとダチのいたクラスを覗いたんだ。結構遅い時間だったから、教室はガラーンとしていた。あ、女の子いるよ。ただ、女が一人だよ。ダチの席に座っていたんだ。髪が透けるように綺麗だったな。机の上に置いてある花を見ながら、じーっと座っているんだ。え？じゃあ、そのダチ君の、知り合いさん？
ずいぶん寂しそうな顔をしていたよ。それで俺、話しかけたんだよな。一体何をしているんだろうと思って。俺が聞いてもそいつは口をもごもごと動かすばかりだった。で、間が持たなくなっちまってな。それ以上話しかけるのはよしたんだよ。俺は黙ってそこに、居座ったって合ってるのかな。そいつもずっと黙っていた。と思ったらそのうち、机のあたりをごそごそして何か探し始めたんだ。ん？妙ですね。何を探していたんですか？なんか両方あるけどなぁ。その探してたもんちょっと知りたいね。うん。気になるだろ？だから俺、何してんだよってつい大声を出しちまったんだよな。どれぐらい大声なんだろうか。ああ。この子がその子の顔か。そいつ、びっくりしたような目で俺を見たよ。その目に人形のようなまつげがついていて。お前、まつげ長いな。え？わけわかんないこと言っちまって。まつげをじーっと見る人いるんかな、そんな。あんまり見ないと思うけど。そしたらそいつは息を吐くように軽く笑ったんだよ。だけどすぐに下を向いちまってんだ。あれ、探してたものはいいのかな？なんか思い悩んでいるような感じだったな。探し物か？そう聞いたらこんな返事が返ってきた。この席にいた人と映画に行く約束をしていたの。でも、彼は事故に遭っちゃって。え？まさか、ダチ君の、彼女ちゃんかな？何の映画に誘ってくれるつもりだったのかな？それが知りたくて。すぐにピンときたよ。もしかしたら、ダチがチケットを取ってくれと電話してきたのは、あいつ、いつの間にこんな可愛い彼女を作っていたんだ。一瞬驚いちまった。どうやらそいつが初デートの約束だったらしい。うわ、初デート早々に死んじゃうなんてな、悲しいな、これはあれだな。俺、この戦争が終わったら結婚するんだ並みの、ねえ、悲しい結末だよな。うん。彼女にしてみれば、そらショックだったろうよ。ダチと行くはずだった映画を見て、自分の気持ちを整理しようとしていたんだな。あ、じゃあさ、進藤さん、その子と一緒に行ってあげようよ。俺が一緒に行ってやる。だから、あんまり、ショックを受けないでくれよ。みたいな感じでさ、ロマンチックよ。ダメかな。俺は奴のダチだと名乗り、すぐにチケットのことを教えてやった。そして、明日持ってきてやると約束したんだ。松が喜んでいたよって、ん？まつげ？ああ、実は俺そいつのことを、心の中でまつげって呼んでたんだ。名前聞いても答えてくれなかったからさ。まるで迷子の子猫ちゃんやな。みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ。